原因は分かっていますが、分からせたくないという勢力もいるんです。その時のコンセプトは、被害をできるだけ小さくして、そしてほとぼりを早めに冷まして、また原発推進に持っていこうというのがコンセプトだと思います。でもマスコミでは報道されない。ダメならあれもダメ、あっちもダメならこっちもダメだらけで、私たちホームレスなのよ。 I saw the first explosion at the power plant and thought this is not good。 現場、この起きている現場に直接、政府のオフィシャルたちが入らなきゃいけなかった。政府は国民の命よりも原発の利権を優先しています。 In February of 2011, you applied for a 10-year extension for that reactor after several noted accidents. But government thought that measurement is sufficient for every risk regarding the nuclear power.発災当初、3月11日当初、世界からいろんな占領機が日本の国に届きました。倉庫に、税関の倉庫に留め置かれて、こちらには来ませんでした。 That unit 4, it was built for maybe 400 fuel rods. That 1,500 stuck in there. もっとみんなの、こういう生活してる、みんなの声を、一番下にいる一番苦しい人の言葉をもっと聞いてほしい。 The real victim here are children, I think. They have done nothing wrong. ところが、日本人である私たちは、一市民である私たちは、捨て置かれたということは、一体私はどのように私は日本人というプライドを持てばいい？でも実際のところ、今もう日本ってさ、どこが安全かなんて分かんないじゃん。もう日本を救うには、福島の子供を救うには、国際世論しかないと思う。